ラジオ DJ、スタジアム DJ、実況者の DJ 渡るがサッカーを熱く語るチャンネル、 DJ 渡るサッカー伝道師チャンネル。はい、 DJ 渡るです。今回の動画は U17 女子ワールドカップ準々決勝、 U17 日本女子代表対 U17 イングランド女子代表レビュー。はい、そうですね、ちょっとあまりにも早すぎる敗退かなというところで、ちょっと今回はこの試合のね、プレービジョンレビューか、レビューをやっていきたいと思います。まあ本来ならば決勝まで行って、決勝まで同時視聴やるつもりだったんですが、ここで敗退ということになりました。まあアメリカ、北朝鮮、スペインと来て U20 女子ワールドカップと同じようなね形になるのかなっていう感じになってましたけども、ここで PK で敗退ということになりました。イングランドは甘くない、イングランドは強い、ワールドカップは甘くないなと。まあでもここで負けてね、はい、まあ、次の U20 に出る選手も多いだろうし、そして後のなでしこジャパンっていうところを見ると、ここでまあ挫折を味わうっていうのも一つなのかなっていうふうに思います。まあでもね、正直厳しい言葉で言いますけど、やっぱりポーランド戦、あそこで勝ちきれなかったっていうことがまず一つかなというふうには思いましたね。はい、まあここで喋ってもあれなんで、まあどんどんちょっと進めていきたいと思います。それではレッツゴーやっていきましょう。まずは U17 女子ワールドカップトーナメント表になります。まあこんな形になっております。というわけで、スペイン、イングランド、アメリカ、北朝鮮が準決勝進出となりました。イングランド強かったですね。はい、3対2、まあ後ほど言いますけどね、2対2ですね、2対2で引き分けで延長戦なし、PK4-1 で負けました。まあとにかく PK が弱すぎる。これはもうちょっとですね、この世代に限ったことではなく、これはもう日本女子サッカー界の問題として一つ、まあ、弱点として一つ考えた方がいいかなというふうに思います。ここ最近、まあオリンピックでもそうですけども、 PK キッカーとか、まあ、ちょっと外しすぎだなというふうに思います。特に女子はね、それはキック力の問題でも明らかにキック力は違うなと。こんな PK でさ負けるっていう話なんですよ。同じ女子のチームがあれだけ PK もできるっていうことは、日本もできるっていうことなので、まあ、キック力の問題なのかメンタルの問題なのかっていうところもしっかり分析してしないと、やっぱりね、もう一度優勝っていうところが見えてこないというふうには思います。だってアメリカにね、最後ドイツのワールドカップの時ですか、2011年勝ったのは PK 戦でですから、はい、それを考えると明らかに PK がひどいなというふうには分かります。まああんまひどいってことは使いたくはないんですけども、それでもやっぱりね、さすがにこれはないなというふうには思います。多分これは誰が見ても明らか、今もこれまでのなでしこジャパンもそうだし、やっぱここ最近の PK の失敗率っていうのはかなり多いと思います。これはやっぱり PK 戦も含めてかなり命取りになるなというふうには思いました。やっぱり一発勝負のこういう大会で PK の弱さ出てしまうと、やっぱ今後に響いてくると思いますので、そこはちょっと日本サッカー協会はまあ分かってるところではあると思いますが、考えものかなというふうに思います。まあセットプレーのねコーチもいたりね、男子とかではねいますけど、なんかこう PK 専門じゃないけども、なんか特別講師としてね、誰か呼ぶとかね、やっとさん呼ぶとかやっとさんのその蹴り方を真似しろっていうわけではないんですけども、そのメンタルとか気持ちの持ちようとか、やっぱそういうの多分絶対あると思うんですよ。こんなに PK 外すのってなかなかないですから、ちょっとなんかこれは U17 だけの問題ではないのかなという感じがします。日本サッカー協会全体のなんか女子サッカー界の問題かなと、日本女子サッカー界の問題なのかなっていうふうにはね、僕の中では、はい、思います。で、まあ、順当にね、その他はアメリカ、北朝鮮、スペインと、まあ、日本はここで勝ちたかったところかなというふうには思いますけども、トーナメント表はこんな感じになりました。さあ続いてです。続いては今回のメンバー、イングランド戦のフォーメーション並びに採点になります。はい、まず白井監督5です。まあここはやっぱり交代のところであったりとか、まあ平川選手がどうだったのかはちょっと分かりません。まあ噂に
によるとですね、これは戦術的な交代ではなく自ら申し出たらしいです、まあ、なので、まあ、あの同時視聴のコメントでもありましたけども、まあ、喘息持ちなんじゃないかみたいなね、ところもありましたが、まあ、コンディション不良なのかもしれません。それか怪我したのか、なんかその直前のところで倒れてたとかっていうのもあったとかしましたけど、まあ僕はちょっと今現時点で公式リリースとかいろいろそういうのが出てないので、何も言えないですけども、なんかあの現地情報では自らこう交代を申し出たというのがあります。まあなので戦術的な交代ではないみたいで、ですよね誰がどう見ても平川選手良かったもん。そうだから、それを抜いたとしてもちょっとなんだろうな、まあ大会を通して交代の遅さであったり、あここ変えるんだっていうのもあったり、今回の試合に限って言うとやっぱ平川選手もそうだけど、まあさあ桃太郎は変えちゃいけなかったかなっていうところはありますね。津田アロン選手が悪いと言ってるわけではないんですが、まあ完全に試合に入りきれてなかった、そういうところの この選手なら試合に入れるな、この相手だったらこの選手をここに入れた方がハマるなみたいなところを見極めるのって監督なので、試合の流れを読みながら、それが監督の仕事でもあると思うんですよ。もちろんスタートの戦術とか元々の戦術とか配置とかそういうところももちろん見るんですけども、やっぱ試合始まってくるとね、コーチとかとも相談しながら、やっぱりこう交代のタイミング、交代のカードとかって全部監督がやるわけじゃないですか。だからそういったところでやっぱりそこの見極め、誰を入れた方がハマる、この試合はこの選手だっていうのがやっぱり見極められなかったのかなっていうのは一つの敗因であるかなというふうに思います、イングランド戦は特に。はい、そう考えてくると、まあ、桃猿の交代がちょっと早かったなっていうところもあります。まあ、疲れとか、まあ、監督の目から見ていろいろあると思うんですけど、どうなのかなっていうところですね。まあ、それは本当に現場の判断で、現場がそう判断するし、現場に行ってみないと分かんないところはあると思います。で、福田真央選手6です。まあ、ちょっと低めにしようかなと思ったんですが、まあ、ディフェンス陣ちょっと低めです。青木選手は8にしました。まあ、青木選手は点を決めたし、まあ、ディフェンス差し引いてもプラスかなという感じがします。はい。まあ、なので、青木選手は8にさせていただきました。あのゴールは素晴らしかったですね。まあ、その直後の、あの1点が決まってれば、やっぱ2点差にできたとか、いろいろ考えられるので、そういった意味では、ちょっとこう、ね、あ、3点差にできた場合は2点差か。あのシュートはちょっと同じような角度からあったんですけども、決めてほしかったなっていう感じがね、ありますね。前半最後のプレーか、最後の方のプレーでね。はい、でもあのシュートは見事でした。で、本田選手、麻生選手です。まあ、あのセンターバックは今回良かったかなっていうふうに思いますが、やっぱり全体的にディフェンスラインが弱いなというジュドラは、はい、思いましたね。うん。対人で強かった部分とか、運べる部分とかあるんですけども、まあその他のところでやられてしまったりとか、なんとなくこうディフェンスの統率っていうところができてないのかなっていう感じがしますね。 U20 と比べちゃいけないんですけども、やっぱり米田、白垣、林っていう部分ではかなり U20 良かったので、やっぱセンターラインっていうのはやっぱりちゃんと重要なんだなっていう感じがしましたね。で、鈴木選手です。まあ、鈴木選手も本当に頑張ってました。やっぱこのサイドバックは強いなと、両サイドバック攻撃的なサイドバックだなっていう感じがしますね。で、坂木選手も結構頑張ってたんじゃないかなっていう感じがしますね。しっかりとボールを奪う部分もありましたし、アンカーとしてしっかり役割を果たしたかなっていう感じですね。まあ若干こう平川選手と坂木選手がまあダブルボランチ気味になるけども、まあ、平川選手の方が1個上がってるっていう感じなので、新庄選手と平川選手がまたインサイドハーフっていう感じでした。まあ、平川選手の交代っていうのは先ほど言った通りです。ちょっとなんか自分から申し出たみたいなんですけども、まあ普通だったら早いよねって思うところですよね。まあ明らかにこの選手がいなくなって流れが変わったなという感じがしました、僕の中では。やっぱりボールを運べる人、つなげる人がいなくなるとこんなに違うんだなっていうのは、別に辻選手が悪いって言ってるわけではなくて、タイプが全く違うんですよ。どちらかというと辻選手の方がドリブラーというか、もうちょっと攻撃的で、平川選手の方がやっぱりディフェンシブ派ミッドフィルダーみたいな感じで、やっぱ本当にボランチのタイプだと思うんですよ。で、辻選手は生きるところはもっと前だから、だからやっぱここの交代っていうのはちょっとどうなのかなって思いましたね。はい。辻選手じゃなくてっていうところから、古田選手を真ん中に持ってきてもよかったのかなっていう感じは僕の中ではしました。で、新庄選手6です。ちょっと疲労が溜まってたかなと。まあ本来のプレーも出てたんですけども、もっとできるよこの人っていう感じでこの点数です。古田選手7、根津選手 6.5。まあ得点にも絡みましたしね、古田選手はね。やっぱりパスっていう部分っていうところはやっぱこの選手大きいなというふうには思いましたね。はい。いやちょっとね、いいプレー多いよ、古田選手は。第一戦どうなのかなと思ってましたけども、徐々にこう良くなってきたのだけに、ちょっともっと見たかったなっていう感じですね。で、左が福島選手です。福島選手6です。ちょっと消えてたかなと。
この選手もちょっと疲労が溜まってたかなという感じがしますね。古田選手、あれ、得点からなのかごめんなさい。ちょっとその辺は間違ってごめんなさいね。福島選手、もうちょいちょっとこう、物足りなさがあったかなというところです。まあ、桃太郎、僕は良かったと思います。なんか、消えてたとか、あんまり動き良くないとかってコメントも散見してたんですけど、僕はね、桃太郎の評価高いです。正直言うと。まあ、この試合点取ってないんで、まあ、そんなにあれですけど。でも、ニアに走り込むところとか、まあ確かに、収められるところ、もっと収めてよってもちろん思います。それは思うけども、まあいろんなところを差し引いても僕はこの試合プラスだったかなっていうところがあります。まあ、点取れない中でも、やっぱ自分の役割、例えば、おとりになる部分とか、細かい動きとか、2回動き出して、ね、ゴールに絡んだりとかもするし、そういうところをかなり僕は評価してもいいんじゃないかなって感じですね。ちょっと津田選手はなんか途中から出て試合に入りきれなかったなという感じです。さあ課題と収穫です。まあ課題フィジカル、ここはちょっとまあもう本当にずっと課題なんで言いませんけども、交代策です。だからさっきも言った通りですけども、平川選手変えるだったら辻選手なのかっていうところですね。辻選手はあそこのポジションというかもっとサイドとかで使ってほしいし、変えるなら違う選手だったかなっていう感じがします。それこそ福島選手を右に持ってって真ん中に古田選手を入れる、で左に菊池花選手を入れる。だから菊池花選手が限定出場だったかもしれません、怪我でね、で離脱してたっていうところもあって、なんで出さなかったのかなっていう感じですね。だからこの試合はなんか僕は菊池選手出せるんだったら最初に辻選手、菊池選手を出しといて、できるところまでやらして戦術的な交代でもいいですけども、前半とかでも交代させてっていうのでも僕は良かったのかなっていう感じがします。とにかく菊池花選手は先発で良かったなという感じがね、僕らがしました。でもまあいろいろ考えがあると思います。はい、限定出場というなる中でとかで途中からのが良かったとかっていうところもあると思いますね。まああとはもう PK です。これは永遠の課題でございます。もう先ほども言いましたけども、これは本当に日本女子サッカー界の危機だと思って、ここの練習にも取り組んだ方がいいのかなっていう感じがします。まあ練習はしてると思います。してると思いますが、ここまで本番でああなると、やっぱ特別 PK キッカーコーチみたいなのも、本当に招聘した方、これリアルな話で、ガチで思ってます。遠藤選手とかね、ヤット選手とか、PK を上手い人を、こうコーチとして臨時で招聘するっていうのも一つあるのかなっていう感じがします。このままだとなでしこジャパンにも響くので、はい、なでしこジャパンもやっぱり PK もしっかりやらせなきゃダメだと思いますし、オリンピックでもそうでしたしね、はい、その辺はちょっとここずっと課題かなっていうところですね。フィッシービリーブスカップの時もそうだもんね、うん、で収穫です。まあ、日本らしい攻撃が良かったんじゃないかなと思います。まあ、特にサイドバックが点を取るあたりはやっぱり日本の伝統的な攻撃ができてたのかなっていう感じがしますね。やっぱメニーナのね、伝統的な攻撃的サイドバックが生きた感じでしたよね。はい、さすがの青木選手だったんじゃないかなっていう感じがします。まあ欲言をもっと繋いで崩してっていうところも見たかったけども、でも十分崩してたので1点目とかね、良かったんじゃないかなっていう感じです。さあ最後です。今回のリトルなでしこ MVP は平川ひな選手になります。まあね、僕の時は点数高いんですよ。途中交代なんですよ。前半途中出場し短いのに 何やってんねんと思うんですけど、いやでもあの中では前半僕は MVP だったなと思います。だからこそもっと見たかったので、あえてちょっと MVP に選ばせていただきました。まあまさかの前半途中で交代というところで、自ら交代を要求したらしいんですけども、まあそこの辺のちょっと真相は本当に本人に聞いてみないと、現場に聞いてみないとわかりません。誰もがなぜ交代をするのと思っていたと思います。一番良かった選手です。もう前半調子が良かったのはこの選手がいたからです。入りめちゃくちゃ良かったですもん、リトルなでしこ。でもこの人が変わってからやっぱちょっと流れが変わったし、リズムも狂ったし、でちょっと徐々に徐々に落ちてって、やっぱ失点を食らってってところもあったので、リズムを与えていただけに本当に悔しい交代だなっていうふうに思います。まあ本人が一番悔しいと思います。だから泣いてたもんね、前半終わってロッカールーム戻るとね。うん、本当にね、ドリブルでの持ち運び良くて、パスで攻撃を活性化してました。本当周りを見れてる。長谷川唯選手みたいなプレーするのね、ドリブルもできてね、パスでこうね、はたけるしみたいな。うん、新庄選手にも僕は良かったんじゃないかなと思ってます。最後までプレーしていれば、まあ、たらればですけども、勝っていたかもしれないなっていうところはありました。というわけで、リトルなでしこ MVP は平川選手でございました。さあ、これで敗退となりました、U17。ね、ちょっと僕の中では今年の三大大会終わったなっていう感じがします。パリ五輪、U10、20、U17。はい。次はどこへ向けて僕はやっていけばいいのかっていうところですけども、まあ、Wリーグを中心に、そして、なでしこジャパンもね、やっていきたいと思います。なでしこジャパンの動画は、動画自体出さないで、
生配信でいろいろ喋ろうかなというふうに思いますので、火曜日の生配信9時からやりますのでよろしくお願いいたします。今日ですね、はい、よろしければチャンネル登録コメント高評価のお願いします。あなたのチャンネル登録がサッカー界、女子サッカー界の未来を変える力になります。